めちゃん。どれぐらいで引いてきました？晴れは。あ、これ測れないやつだ。水曜日に、もうなんか赤いのはなくなってきました。できまして、でも金曜日に上がってる。もう日曜日ぐらいにはもうなんかじっとしてられないのか、もうペーパーを下にしてても桜の根っこって高いところに出た。左足でも握ってました。右手握って、こうなんかこんな感じでした。はい、そうね、ちっちゃいもの結構売ってるんでね、一個用意してください。そうですね。4、5、4、5、4、5。左足でしたよね。4歳と9ヶ月。でもまあ気持ちこっち左の方が大きいかな、ここの正面から見させてもらうと、はい、赤みは全然ないとは思うんだけど、こんな感じですね。入ってますね。これでまあ 40% ぐらいは入ってます。体重がなんか 2g ぐらい減ってるけど、お家では26ありました。昨日ですね、つけてないかな、そのなんて測りがちょっと怪しいのかもしれないんですけど、いや、ここでも今ちょっとこれが重いからちょっとそう正確ではないんだけどね。これ見れて測るので、パカ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 気持ちがいい。わかりました。そしたらね、はい、これまたね、はい、まあ一回飲み薬はやめましょうか。ちょっとここの関節炎がある可能性があるから、腫れてるから、抗戦症者だけはちょっと当てますね。で、あと予防のことをちょっとやらさせてもらっていいですか？寄生虫の。はい、じゃあ抗寄生虫薬つけて。ちょっと。ごめんね。ちょっと待ってね。じゃあ足痛いところ、じゃあそれで薬は一回やめましょう。飲み薬はね、ただちょっと若干大きいからさ、左の方がね、まあ握り方とかよく気にしてください。飛ばないとしっかり握ってくれてればまあいいと思うけど、でもまあ将来的にまたさ痛いってことが出てくるかもしれない。だから右がね、指が悪くなってくるんでね、はい、今はしっかり握ってますからいいですか、ね、ちゃん、では薬を一回飛んでる。でも差しは少し赤みはない。まあでもくちばしの色がアイリンクの色は結構いいですよね、この子ね。年長さん結構それが大事でね、この目の、ね、目の周りが赤赤とね、くちばしの根元も赤赤で、これは
あの一般状態、健康的な感じの色だと思いますね。コメちゃん。で、認知も19、60、50から70ぐらいですかね。コメちゃん。コメちゃん。コメちゃん。ほんとこ急に寒くなってるからさ、か夜の保温がないと朝こういう風にならんですよね。今これあったかいですよね。これだけあればいい感じだと思うんで、はい、確かに。だよね、まだ他にも鳥さん今いるんですよ、ね、みんなこんな感じのところに環境にいるんですよね。夜、はい、から朝はね、ちょっと保温してもらった方がいいですね。はい、じゃあありがとうございます。はい、じゃあまあ、あの、変わりなければちょっとこれで観察してください。で、おかしなことがあったらまた相談してくださいね。はい、すみません。